アレクサンドル・カバネル、ビーナスの誕生アカデミック美術とは、フランスの芸術アカデミーの規範に影響された、絵画、画家たちを指す。芸術アカデミーでは、新古典主義並びに、ロマン主義運動のもとで実践され、その二つを統合しようという試みがなされた。それをよく反映しているのが、ウィリアム・アドルフ・ボグロー、マルク・オーレル・ド・フォア・スゾール・イコール・コテ、トマク・チュール、ハンス・マカルトたちの作品である。 この文脈において、アカデミック絵画は、伝統主義、形式主義、アール・ポンピエ、折衷主義と呼ぶことができ、歴史主義、混合主義とも関係することがある。ヨーロッパのアカデミー、または大学の影響を受けて作られた絵画、彫刻の様式のこと。この文脈においては、それまでアカデミック絵画と敵対していた絵画が、学者によって受け入れられると、今度は、それが、 アカデミック絵画になる。なお、海外外のアカデミックの芸術についても記す。最初の美術アカデミーは、1563年、ジョルジョ・バザーリがフィレンツェに設立したアカデミア・デッテ・アルティ・デルディ・ゼーニョである。そこの学生たちは、アルティ・デルディ・セニオを学び、そこには解剖学と幾何学の講義も含まれた。それより10年ほど遅れて、ローマに画家の守護聖人、 セールカの名にちなんだアカデミア・ディ・サン・ルカが設立された。こちらは教育的な機能を果たし、フィレンツェのアカデミアより美学理論を大切に考えていた。1582年にはアンニーバレ・カラッチが慈悲でボローニャにアッカデミア・デイ・デシデロシを開いた。いくつかの点で伝統的な芸術家の工房に似ていたが、カラッチはその当時に魅力のある言葉だった。 アカデミアという看板が必要だと感じてそう名付けた。アカデミア・ディ・サンルカを手本として、1648年にフランスで王立絵画彫刻アカデミーが設立された。後の芸術アカデミーである。フランスのアカデミーは、アルティ・デルディ・セニオをボーアーツと本案したようで、英語のファインアーツはボーアーツの直訳である。王立絵画彫刻アカデミーは、 手作業を重視する職人と教養科目を収めた新種である芸術家とを区別する目的があった。創作におけるこの知的要素の強調はアカデミック絵画のテーマや様式にかなりの影響を及ぼした。1661年、フランス国内のあらゆる芸術活動の統制を目論んだルイ14世によって王立絵画彫刻アカデミーが再編されてから17世紀の 終わりまで芸術に対する姿勢の優位をめぐって会員の間で論争が起こった。具体的にこの様式の戦争はピーテル・パウル・ルーベンスとニコラ・プッサンのどちらをこれからの手本とするかというものだった。プッサン派は知性に訴える線に重きを置くべし、ルーベンス派は感情に訴える色に重きを置くべし、とそれぞれ主張した。この論争は19世紀初期に ドミニク・アングルの作品に象徴される新古典主義運動とウジェーヌ・ドラ・クロワの作品に象徴されるロマン主義との間で再燃した。さらに、絵を学ぶのは自然を観察して学ぶべきか、過去の巨匠の絵を見て学ぶべきかという論争も起こった。フランスのアカデミーを手本とし、その教え方とスタイルを真似たアカデミーがヨーロッパ中に現れた。イングランドでは、 ロイヤルアカデミー・オブ・アーツがそうだった。アカデミーの流行は女性が形の絵の勉強を困難にした。19世紀後半まで多くのアカデミーが女性を締め出していたからである。20世紀までヌードモデルを使ったライフクラスが女学生に適当かという懸念が一部にはあった。プッサン派、ルーベンス・ハロン層以来多くの画家たちがこの二つの様式の間で仕事をした。しかし、 19世紀の論争の時は、二つの様式、つまり新古典主義とロマン主義を統合しようという、試みがなされた。それを成し遂げた画家として評論家たちが名前を挙げた。中には、テオドール・シャセリオー、アリ・シェフェール、フランチェスコ・アイエツ、アレクサンドル・ガブリエル・ドゥカン、トマク・チュールらがいる。後期のアカデミック画家、ウィリアム・アドルフ・ブグローは、 良い画家である秘訣は色と線を同じものとして見ることとコメントした。トマクチュールは美術技法について書いた本の中でそれと同じ考えを推奨し、こう主張した。この絵は色がより良い、線がより良いというのはナンセンスだ。なぜなら色が素晴らしく見えるのは線がそう見せているからで逆もまたそうである。実際には色は型の色化について語る方法である。 この時代の進展には、もう一つ、絵に描かれた、時代を示すための様式、つまり、歴史主義があった。それをよく表しているのが、ジェームズ・キソの影響を受けたジャン・オーギュスト・エンドリック・レースの作品である。さらにネオ・グレック様式の発展もあった。歴史主義は、異なる、過去の絵画の伝統の新規軸を結合、調和させるべきとするアカデミック絵画に関連した。 信念及び実践をも指すものだった。ウィリアム・アドルフ・ブグロー日美術界はまた絵画の中の偶意に注目し始めた。線と色の重要性を解くどちらの理論も画家が偶意を使うことは心理的効果を生む手段を抑制するものの、その中でテーマ、感情、概念が表されるかもしれないと主張した。画家たちは実作の中でそうした理論の統合を試み、偶意的。 比喩的な手段として美術作品に特別な注意を払うことを強調した。絵画、彫刻の表現がプラトンのイデアを想起させるならば通常の表現の背後に抽象的な何か永遠の真実が垣間見えるはずだと考えた。ジョン・キーツが美は真実、真実は美と言ったのはそのためである。絵画はイデア、完全なイデアであるべきと望まれた。 ブグローは、ある戦争を書くのではなく、戦争を書きたいといったことは有名である。アカデミックが形の描いた絵画の多くに、夜明け、黄昏、四角、味覚といった類印的なタイトルが付けられていて、一人の、裸体の人物に、それを擬人化し、イデアの本質を明らかにする方法で構成した。この傾向は、写実主義とは反対の関連論に向かうもので、描かれる。 人物像はより簡潔に、より抽象的になっていった。これは自然に見える形を普遍化し、それを作品の全体構成、テーマより、回に置くことを要件とした。歴史並びに神話和劇、あるいは概念の弁償法、偶意のための豊かな基盤とみなされ、それらから取られたテーマを使うことは、絵画の最も重厚な形だと考えられた。 17世紀に始まったジャンルのヒエラルキーは古典的、宗教的、神話的、文学的、偶意的テーマの歴史画をその頂点に置き、その下に風俗画、肖像画、生物画、風景画が続いた。歴史画はグランデジャンルとして知られた。ハンスマカルトはしばしば実物大より大きな歴史画を描き、19世紀ウィーン文化で、 圧倒的優位を誇るべく、それを装飾における歴史主義と結合させた。フランスの歴史画を象徴する画家は、ポール・ドラローシュである。こうした傾向は、すべてが歴史は最終的に号の中で解決する矛盾した概念の弁償法だとする哲学者ヘーゲルの理論の影響を受けていた。19世紀末にかけてアカデミック絵画はヨーロッパ社交界にたっぷりと浸透した。 展覧会が頻繁に開催されたが、その中で最も有名なものは、サロンと1903年スタートのサロンドートンヌだった。こうしたサロンは国内国外を問わず、大勢の観客が詰めかけるセンセーショナルなイベントだった。日曜日1日だけで5万人、2ヶ月の開催で50万人の集客もあった。多数の絵は、現在、サロンスタイルと呼ばれている方法で、つまり、 天井から目の高さの下まで縦に吊るされて展示された。サロンにかかることは画家たちが認められた証で、作品はコレクターたちの間で与えが上がった。ブグローアレクサンドル・カバネル、ジャン・レオン・ジェロームが美術界で超一流の人物だった。アカデミック絵画流星の時期、それまで評価の低かったロココ時代の絵画がリバイバルし、そこに描かれていたアモールと、 プシケといったテーマが再び人気を呼んだ。またアカデミック絵画はその作品の関連性からラファエロ、ミケランジェロ以上に崇拝した。アカデミック絵画はヨーロッパやアメリカ合衆国だけでなく西洋以外の国、特にフランス革命を手本として革命を起こしフランス文化を模倣したラテンアメリカ諸国などにもその影響を広げた。ラテンアメリカのアカデミック画家には メキシコのアンヘル・サラガなどがいる。人物写生するエコールの学生たち若い画家たちは、数年間厳しい訓練に明け暮れた。フランスでは、試験に受かり、著名な美術教授からの推薦状をもらった、学生たちだけが、アカデミーの付属学校エコールでボザールに入学を許された。アッカダムスと呼ばれたヌードのデッサンとサ画が、アカデミック絵画の基本で、その技術の習得方法は、 明確に定められていた。最初に学生たちは古典彫刻の印刷物を模写し、輪郭、光の陰影になじまされた。アカデミック教育にとって模写は重要なものと考えられていた。過去の美術家の作品を模写することは、その芸術技法を吸収するためである。次のステップに進むためには、学生たちは評価のためにデッサンを提出しなければならなかった。 もしそれが認められたら、有名な古典彫刻の石膏模型のデッサンが待っていた。その技術を身につけた者だけが、ポーズを取ったモデルを写生する教室に入ることを許された。面白いことに、エコールデ・ボザールでは1863年になるまで、絵の具を使った彩画は教えられなかった。筆を使って彩画するためには、学生たちはデッサンで実力を示さなければならなかった。デッサンは、 アカデミック絵画の災画の基本と考えられていた。それが認められたものだけが、アカデミー会員のアトリエに弟子として入り、災画を学ぶことができた。全過程を通して、与えられたテーマと定められた時間で、コンペが開かれ、学生たちの成長が図られた。学生のための美術コンペで最も有名なものが、ローマ賞だった。ローマ賞の優勝者は、 ローマにあるアカデミーフランセーズのビラメディチコーだった。オブジェはリアルな質感を持たず、滑らかにつるつると理想化されて描かれていたのである。写実主義画家テオデュール・リボーはそれに対抗して、ラフで未完成の質感を持った作品を試作した。オノレドーミエが今年もビーナス、いつもビーナススタイル的には、 目で見たものをその場で描くエンプランエアでの絵画を主張していた印象派たちがアカデミック絵画の赤抜けして理想化されたスタイルを批判した。アカデミック画家たちは最初にデッサンし、それから油絵具でスケッチするのだが、その高い完成度が印象派には嘘に見えたのだった。油絵具でスケッチした後、アカデミック画家たちはイメージを理想化し細かいディテールを描き足すために、 フィニを施す。遠近法は平面上に幾何学的に構築され、実際に見たものではなく、印象派は機械的な技法への系統を否定した。写実主義も印象派も、生物画や風景画を回に置くジャンルのヒエラルキーを否定した。注意しておかなければならないのは、写実主義や印象派などアカデミスムーに抵抗した初期アバンギアルドの画家たちは、もともとは、 アカデミック画家のアトリエにいたことである。クロードモネ、ギュスターブ・クールベ、エド・アル・マネはアカデミック画家たちの弟子だった。より後期の前衛画家に位置するゴッホ、ロートレックラもフェルナン・コルモンの弟子として基礎的な技術、知識を習得しており、さらにはアンリマティスまでそうした教育を受けている。近代美術とそのアバンギャルドが力をつけ、アカデミック絵画はさらに批判され、 感傷的、クリシェ、保守的、飲酒性、ブルジョア的、趣味が良くないとみなされた。フランスでは、アカデミック絵画のスタイルは、ジャック・ルイ・ダビットの絵の中の兵士が消防士のようなヘルメットを被っていることから、アール・ポンピエと、またその絵は、仕掛けとトリックを通して、偽りの感情を生み出したとされ、グランデマシーンズと呼ばれることもある。アカデミック絵画に対する、 こうした誹謗は美術評論家、クレメント・グリーンバーグが全てのアカデミック絵画はキチであると本に書いたことでピークに達した。アカデミック絵画への言及は美術史や参考書から徐々に姿を消していった。しかしこうした前衛絵画の黄金期が過ぎ去り始めた1950年60年代以降、かつて前衛画家やその先駆者たちが批判したアカデミー教育と同じ。 権威主義と化した前衛絵画運動への批判が展開され始めた。当時の美術史教育ではルネサンス以降に権威にすがるようになったアカデミック系の芸術家が全く違う経緯から発展した印象派に打ち倒され、そしてこれを継承した前衛絵画が今日の絵画芸術を担っているという前衛絵画史観が一般的となっていた。アカデミズム美術の再評価を進めた。 美術史家、アルバート・ボイムは、自身が受けた、大学院教育について、スライドショーで、セザンヌのパレードが展開される間、まるで息抜きがてら同化芝居を見せるようにジェロー村、アカデミック美術の絵画が一枚だけ表示されたと、改装している。ボイムらによって、美術史上で、取るに足らない存在という扱いを受けていた、最末期の新古典主義派の画家たちも、再評価される流れとなった。 また並行する形で一般社会でも写実主義や正確なデッサンなどの古典的な価値観が求められる傾向にあり、アカデミック絵画の再評価に弾みをつけている。ありがとうございます。